朝鮮義勇隊は朝鮮公日義勇軍あるいは国際旅団と呼ばれ金元法の主導で1938年10月10日観光で結成された独立軍である朝鮮民族全英同盟の参加団体に分類される1938年8月日本の反戦運動家である青山和夫が国際義勇軍第一体組織計画案を提出計画案は 政治部長陳生から小介席に上進されて、大体実行可能であると認定され、9月には政治部秘書長が正しんが青山の計画案に基づいて行われた朝鮮義勇軍の組織に関する調査結果と、その実施手順を陳生に上進して、同意を得た。青山の原正計画に基づき、国際問題研究所長を、生の第二次の意見を散策して組織化に着手した。 軍事委員会政治部の管轄となり、朝鮮義勇隊発足前は政治部第二長に指導が委ねられていたが、後に政治部第一長に任されることになった。結成時は武漢防衛戦の最中であったため、しばらくは武漢永寿司令部の指揮を受け、また政治部第三長の間接指揮を受けることになった。中国政府に講演され、第一区隊と、 第2区隊とに分かれて活動していた。金元法最小駅、金星宿、竜氏名などが委員会政治部員として参加した。朝鮮義勇隊は、本部は、総隊長、金元法を含む13名、第1区隊は、隊長、僕構造、副隊長、金予備政治指導員、O2 を含む43名、第2区隊は、隊長、利益性、副隊長、 陣元中、政治指導員、金学部を含む33名の合計89名で成り立っていた。隊員の9割前後は、候補軍艦学校や朝鮮革命学校で軍事知識を学んだ朝鮮人青年であった。発足した朝鮮義勇隊を実際に動かしていたのは国民政府軍事委員会政治部であった。隊内には人事、編成。 経費などを協議する指導委員会が置かれ、委員会主任は、ガ・ダダシカンであり、がを除いた7人の指導委員会委員のうち3人は、政治部から派遣されていた。そのうち、周武指導と、半文治は、設立前から派遣され、準備活動に奔走していた人物であった。指導委員会のメンバーは、中国からは、ガ・ダダシカン、武指導、半文治、ンジ、ムカン、オサム、 朝鮮からは金、金元宝、金慶光、金学武士、劉氏名であった。計画では、退院数を100人とし、政治部からは、経常費5640元、臨時費6600元の計12240元が支出され、発足後も、経費や武器弾薬が、継続的に中国政府から支給された。 中国の第二次国境合作で国民党政府の統一的かつ組織的な講演を受けられるようになった朝鮮義勇隊は国民党政府軍の支援部隊として改組され中国本土で日本軍と退治した隊員たちは国民党政府から毎月食費20ウォンと工作費10ウォンが支給された国民党政府は朝鮮義勇隊員は左翼活動家として判断して 最前線に配置した。朝鮮義勇隊の主な活動は、日本軍に対する偵察と占領地区の情報収集、日本人捕虜の取り調べと思想工作、日本軍に対する政治宣伝工作、中国人に対する抗日宣伝工作であった。韓国語、中国語、日本語を駆使できる隊員が多かったため、中国軍の作戦行動に協力して、日本軍に対して、 電端をばらまいたり、ポスターを貼り付けたり、核兵器を利用した放送を行った。主な宣伝内容は、抗日戦争は、決して、日本人民を消滅しようとするものではなくて、中国の生存と独立等を求める戦いである。戦争の責任者は、日本の軍閥である、日本による侵略戦争は、国家の利益のためではなくて、少数の特権階級、つまり、 野心を持つ、軍閥財閥、官僚、性格の利益のためである。戦争は民衆に巨大な損失と苦しみを与えるものである。戦争は、中国の必勝、反ファシズム国家の必勝、日本、ドイツ、イタリアの失敗に終わる、中国の政府、軍隊は捕虜に対する優待政策をとっており、覚醒して投降すれば、必ず誘拐を受けられるであった。 1938年から1940年までの間に6個、1 9 13個章を転戦し、5万部の宣伝文章、印刷配布、51万枚の伝端を配布し、40万部の標語を貼った。結成された朝鮮義勇隊は、武漢防衛戦に参加し、武漢から撤収する際、壁にスローガンを書いた。この時の様子を、当時政治部第三庁長長であった。 各松弱が自身の回顧録で改装している。武漢撤退後、一部は北上抗日を主張し、一部は南で国民党との共闘を主張した。意見は統一することができず、それぞれ自分の主張通りに北上する人は北上し、南下する人は南下した。リー民の引率で、挙定宿、李根山、さん、リール、金、チョルが、 武漢八祖寺軍弁寺ろの助けを借りて、沿岸に行った。その後、最小駅が、城市民、暮民母子、混乱ウなど10人ほどを率いて、沿岸に向かった。武漢三鎮が陥落した後、本部は、厚生省経林に移動し、軍事委員会西南行営政治部に統括された。第一区隊は、第九戦区の湖南省庁佐から、平江一った第二区隊は、 第5戦区の湖北省北部と第1戦区の河南省、洛陽で活動した。第1区隊は10月21日に観光を後にし、列車便と航軍で湖北省北部の交山に移動した。到着すると第1区隊員のうち20人は船で北上し、12月3日に調査に入り、4組に分かれて理財民救護金、支給事業を援助した。調査での民間救護事業と、 都市修復事業を終えると、1939年1月頃から、第31集団軍第92軍の第21師と、第82師に配属され前線で活動した。区隊本部は、平井県城を都市に置かれ、区隊員は、第1、2人地宣伝隊と第1、2遊撃宣伝隊に分けられ、中国軍との共同作戦で退治、突撃。 遊撃などの状況に応じた宣伝を行った。第2区隊は武漢防衛戦時の宣伝工作に参加し、10月22日の夜明けに撤収した。車両で湖北省北部に移動し、第5戦区司令長幹部の要員に会い、指示を受けて竹勝関の広見に向かった。途中避難民の列に遭遇して空襲を受けた上、広見方面の道路が破壊されていたため、 震度を西に変えて、王鉱山沿いに降軍して、上半に入った。11月15日から21日まで、宣伝活動した第二区隊は、上部命令によって、部隊を2分し、一つは、ハゲム山で、第84軍軍長と接見し、区隊長、利益制のほか26人の隊員が、随権王城市及び、新陽市一帯と総陽市で活動した。もう一つは、 第2分隊員8人が、王子人の引率で廊下校に移動した。第5戦区政治部に配属された第1分隊の際、小駅、長市民、広明堺は、延安に行き、分隊長のリオ堺と隊員の路民。文章1、クレミン星、高峰木、白忠氏は1939年夏に、聖治博の引率で、第1戦区司令長幹部に移った。文 クレミンボ氏は、司令部要員として活動し、リオ、坂江や高峰駅などは、甲賀北岸に渡り、敵広報の信号などで、宣伝活動を行った。1939年3月、気友大本部から紀州省、鎮園の国民政府軍政部第一捕虜収容所に派遣された政治組の院与中らが、 同所に収容されていた31人の朝鮮人捕虜に対して政治教育を行った。31人のうち29人が義勇隊に入隊した。日本人捕虜に対する反戦の政治教育も行われ、その成果として日本人の伊藤進が1939年2月に自ら義勇隊に志願した。また同年に文書一とクレミンボ氏が第一選挙長官公所に派遣され、 日本人捕虜の政治教育を行った。朝鮮人捕虜に比べて困難が大きかったが、34人の日本人捕虜を教育し、そのうち成績が比較的良かった6人が朝鮮義勇隊に参加した。日本語を話せる人が存在したとはいえ、生活文化も思考形態も異なる朝鮮義勇隊への日本人の参加は容易ではなく、日本人と朝鮮人との間に、 感情上の不和などをもたらしていた。1942年後半に伊藤進村3人は重慶の共民収容所に強制収容されたが、後に海藻編入された義勇隊に復帰した。これまでの活動で義勇隊に58人が加わり、総勢155人となった。1939年10月、本部を総本部とし、二国隊を参個主隊に拡大した。 第一死体は78人、第二死体は75人、第三死体は63人であった。第一死体は河北に進出し、第二死体は第二戦区と第五戦区に分かれ、第三死体は湖南省から厚生省に移動して活動を続けた。大韓民国臨時政府の一部のものは朝鮮義勇隊が中国国民党政府軍事委員会の管轄下にある。 中国部隊だと伏別したため、反感を買った。1940年3月、総本部が重慶に移転。同年11月、重慶で、幹部会議が開かれ、朝鮮義勇隊の河北進出が決定された。これは、多数の朝鮮人が移住する河北地域で、抗日拠点を形成するためであった。1941年、金元宝は、義勇隊隊長名義で、 国民政府外交部に対して依頼状を送った。それは朝鮮義勇隊通信編人組組長の監視鋭を宣伝活動の目的で香港、シンガポール、フィリピン等に派遣したいので外交部の中香港代表やシンガポールなどの中国領事館に協力を要請するというものであった。外交部は直接回答を避け、軍事委員会政治部が義勇隊に当てて、 正式回答を同年5月に送付するという手続きを踏んだ。1941年春、各地に分散していた義勇隊は河南省落陽に集結して訓練が行われた。同年3月から5月下旬にかけて河北に移動した義勇隊は4度に分けて甲賀を渡り、八祖寺軍港拠地であった太閤山に逃亡した。これは、 体内で密かに活動していた中国共産党の指示によるものだった。国民党管内に取り残された金元法と義勇隊の一部は有名無実化し、国民政府軍事委員会の命令により、1942年5月に韓国幸福軍第一死隊に編入された。対抗山桐谷に集結した部隊は朝鮮義勇隊、下北死隊に改編した。死隊長は、 僕構造、福祉隊長は、利益性、政治指導員は、金学部,部が就任した。霊下の第一隊長は、利益性が兼任し、第二隊長は、金曜日、第三隊長は、王子陣がなった。第一隊は、安陽事件方面、第二隊参考総大臨場方面、第三隊は、淳徳方面で活動した。下北隊は年月に、で、 第108旅団と交戦した。1942年5月には、日本軍の包囲作戦の際に八祖寺軍の脱出を援護した。この戦闘で陰与中、人工家、小田だしなどの幹部が戦死した。彼らの遺体は、左賢将軍の墓の近くに埋葬された。同年7月、朝鮮義勇軍に解消。ありがとうございます。